こんにちは、やる気先生です。いつも励みのあるコメント、本当にありがとうございます。さて、今日の例題はこちらです。まずは要点を理解して、それから解けるようになりましょう。巻き戻し、倍速再生も駆使して、徹底的にインプットしていきましょう。では、ここから授業です。どうぞ。ここでは、ルートの掛け算と割り算が混じる計算はどうすればいいかについて勉強していきます。端的に言うならば、一つの分数で表して、まず約分を考えるということになります。詳しく見ていきます。今見た通り、ルートの掛け算と割り算が混じる計算では、一つの分数で表して、まず約分を考えるということが大切なんでね、早速具体例見ていきましょう。例えば、ルート8割るルート12かけるルート6、これどうするか。というと、いきなり分数にします。この割るルート12が分母に来るんですね。だって割る12って、かけるに直したら、かけるルート12分の1となるからです。あとはルート8もルート6も全部分子上にありますよね。で、こうやって一つの分数に表したら次何するかっていうと、約分を考えます。まあ、今回で言うと、このルート6とルート12を約分するのが一番簡単ですね。両方ともルート6で割れば、上が1、下が2となります。だから、ルート2分のルート8となりますね。そしたらまたね、このルート2分のルート8というのは約分できて、両方ともね、ルート2で割れば1と4になるんでね、ルート4と分かって、ルート4は2やから2と答えが分かると。この計算結果は2と出てくるという流れです。このルートの約分になれるっていうのが大きなポイントの一つです。でもちろんね、最初のこのやっぱルート8とかルート12っていうのを見たら、2ルート2とか2ルート3に直したくなってね、もちろん直してから一つの分数にして求めたって何の問題もないです。ただね、もうそんなことしなくても、もう割り算があったらいきなり分数にすると。その方が約分もしやすいですしね。こうやって答えを出そうと。それがこの一つの分数で表して、まず約分を考えようということです。じゃあもう一つ例を見ておきましょう。2ルート3かける2ルート5割るルート6、これはどうなるでしょうか。というとやっぱりやることは一緒でね、まず分数にしようと。だからね、この割るルート6、これが分母に来ますね。2ルート3かける2ルート5は分子に来ます。で、約分を考えると、このルート3とルート6がね、両方ともルート3で割って、分子の方はね、もう1になって、分母はルート2が残るんですね。だから分母はルート2やと。で、分子はこれルート1っていうのは、もはや1なんでね、2かける1は2です。だから書く必要ないですね。2かける2ルート5となって、計算すれば、ルート2分の4ルート5となります。で、この後、何をする必要がありますでしょうか。というと、有理化ですよね。分母にね、ルートがあるのはよろしくないと。だから分母のルートをなくすために、分母にも分子にも同じルート2をかけます。そしたら分母はルート2かけるルート2で2となります。分子は4かけるルート5かけるルート2なんでね、4ルート10となって、で、ここ2と4が約分できてね、答えは2ルート10とわかるという流れです。これにて要点は終了です。理解できましたでしょうか。ではここから例題を見ていきましょう。次の計算をしようということでね、カッコ1はルート72かけるルート10割るルート20です。どうすればよかったでしたっけ？というと、いきなり分数にして約分を考える。それでよかったですね。だから、このカッコ1与えられた式、いきなり分数にしてみましょう。そうすると、この割るルート20、これがね、分数に来るんですね。だってこれってかけるルート20分の1のことやからです。で、その次、これで約分を考えましょう。というと、このルート10とルート20の約分を考えると簡単ですよね。両方ともルート10で割ります。そうすると、ルート1とルート2になりますね。で、またね、このルート2とルート72の約分をします。そしたら、1と36です。だから答えはルート36です。ただこの36って6の2乗ですよね。だからルートが外れます。結局最終答えは6とわかるという流れです。じゃあ次、カッコに行きましょう。カッコには2ルート10割る3ルート2かけるルート3という問題です。これもやることは同じで、いきなり分数にしましょう。このね、割る3ルート2のところが、これが分母に来ます。あとのね、2ルート10かけるルート3というのは分子にあります。余談ですがね、ちょっと答え考えてみてください。6割る2かける3って何本になりますか？というと、9ですよね。これ分数で考えればすぐにわかります。でもたまにね、1って言っちゃう人がいるんです。きっとね、2×3 して6になって、6割る6押して1って答えてるんやと思いますけれども、それは分数で考えれば正しくないです。
もし1っていう答えにしたいならね、6割る括弧を 2×3 とするか、もしくはね、6割る2割る3とする必要があります。だから今回の問題もね、先にここの掛け算してから、それから割り算するみたいなことはしないように気をつけましょう。でもそんなややこしいこと考えたくないなら、とにかく最初に分数にすることです。分数にすればね、割る3ルートに、これだけが分母に来るのはわかりますもんね。じゃあ一つの分数にできたら、あとは約分するだけです。このルート2とルート10、これが両方ともルート2で割れますよね。1とルート5となります。よって分母は3ですね。で、分子は2ルート5かけるルート3なんでね、2ルート15です。だから答えは3分の2、ルート15とわかるという流れです。もちろんね、このルート15を分子に乗せたね、書き方でも OK です。これにてインプットは完了です。あとは問題集でアウトプットして、しっかり身につけていきましょう。